リオネル・メッシのリアル選手キャリア。第3話。今回の動画では、残り3試合となったグループステージをプレイ。あと1勝すれば突破確定のため、次戦で決めたいところだ。ちなみに他のグループでは、レアルが3位で予選敗退の危機。グループ C も混沌となっており、グループ A もかなり面白い展開。果たして決勝ラウンドには、どのチームが進出してくるのか。それでは始めていこう。まずはホームでベンフィカを迎えての一戦。勝ってサポーターと共に、予選突破を喜びたいところだ。試合は開始9分。キンペンベがプレゼントパス。駆けつけたファンもブチ切れ確定の、とんでもないミスから先制点を献上してしまう。悪い立ち上がりで、リズムを失ったパリは、14分、21分と決定機を作られる。対するパリは37分。高い位置でボールを奪い、スペースで待ち受けたメッシにパス。キーパーとの1対1を確実に仕留め。神の子がワンチャンスをものにし、前半のうちに同点に追いつく。72分。縦パスを受けたメッシが、オタメンディに寄せられながらも前を向くと、同方のディフェンダーを振り切り、単独でシュートまで持ち込む。すると、これでいたコーナーキック。一度目は跳ね返されるも。すぐさまもう一度クロスを供給。エンバペが頭で押し込み逆転する。試合は2対1のまま終了し、パリがグループステージ突破を決める。メッシは1ゴール1アシストを記録し、文句なしのマンオブザマッチに輝く。続くユベントス戦、突破が決まったパリ・サンジェルマンは、ディフェンス4枚をすべて変更。ミッドフィルダーにはレナト・サンチェスを先発させる。12分。この日スタメン抜擢された、レナト・サンチェスのパスから、同じくムキエレがネットを揺らし、サブ組が、意地の先制ゴールを決める。21分。メッシがボヌッチに寄せられながらも、右サイドにボールを展開すると、またしてもサンチェスがエンバペのゴールをお膳立て。手を抜かないパリ・サンジェルマンは、ユベントスのコーナーキックのこぼれ球から、メッシがやや強引にドリブル突破。並走したエンバペのゴールを演出する。メッシは前節に続き振動の得点をアシスト。強力なホットラインが誕生か。試合はブラホビッチの見事な得点で、ユベントスが1点を返すが、反撃ならず、パリが3対1で勝利。グループステージ最終節となったアウストリア戦。神の子が爆発する。2対1のリードで迎えた47分。角度がないところから、シュートを突き刺し、チームの3点目をマークすると、60分には得意のドリブルでエリア内に侵入。サンチェスのゴールの起点となる。まだまだ止まらず80分。エンバペの裏抜けから、エキティケの反らしたボールを沈める。締めくくりは試合終了間際に、親友のゴールをお膳立て。後半だけでメッシが2ゴール1アシストしたパリが、6対2の大勝でホームを沸かせる。この結果から PSG が全勝で、決勝ラウンドに駒を進める。2位はユベントスで、予想通りのグループとなった。グループ G ではドルトムントが敗退し、シティを抑えセビージャが1位突破。グループ F もライプチヒが、レアルを抑え1位で突破している。グループ E はミランが全勝と勢いに乗る。グループ D は得失点差で、スポルティングが涙を流す。C はバイエルンがまさかの敗退。B は特にサプライズなく順当。A はナポリがアヤックスに、2位の椅子を渡してしまう。現時点での得点王はジルーとエンバペ。共に9ゴールでチームを牽引する。メッシは5ゴールで3位にランクイン。アシスト部門ではメッシが7アシストで、ランキングトップを走る。今回の動画はここでおしまい。ご視聴ありがとうございました。